たのせいでオーディンの手下がうろついてんだよ。エインヘリアル、私たちが倒してあげるわ。ちょっと待ちな、やるなら外でやってくれよ。ここは平和を愛する酒場なんだ。こいつはいい、見つけたか。土だ。ありがとうよ。今じゃオーディンの手下どもが町をのさばってるが、これを見たら希望はあるってみんな思い出すだろうさ、きっとな。こいつにまたお目にかかれるとは。ダーリン、クレイトス、この間はすまなかった。女房を悪く言ってよ。気にするな。いや、謝らせてくれ。主審から狙われてるおめえを見ちゃ謝らずにはいられねえよ。黙ってくれているだけでも十分だ。ならいいけどよ。抗うと言いながら酒を飲むのか。おめえには分かんねえだろうが、策があんだよ。話しながら練ってんのさ。それにてめえの魂がシラフでアルフヘイムをさまようのは勘弁だしな。アース親族にやられんなら酔っ払ってる時にやられてえのさ。何見ている。そりゃ見ずにはいられねえよ。ドワーフがおめえくらい強けりゃオーディンもここまで手出しはしなかったろうな。強さは見た目とは関係ない。そうだな。ダーリン、この鼻を抜ける新鮮な空気はおめえらのおかげか。掘削機を止めたみてえだな。おめえらが部品安全規則に書かれた鉱山設備の運用管理停止に関する97か条にきっちり従って止めたってことにしとくぜ。好きにしろ。ありがとうよ、助かったぜ。ヘイムダルを倒す武器は手に、あとは探し出す。ああ、気は変わってないか。変わっていない、息子を守る。つまりラグナロクを回避するっちゅう本来の策は後回しということか。オーディン次第だ。わしにはそっちの方が心配じゃな。お前さん、あやつに言われたことは取るに足らん。そうじゃが、降伏するという言葉は苔脅しではない。よくよく考えるべきじゃろう。先走らないで、まずはシンドリと話してみて。これはなんとまたとびきりの槍ですね。当然だろうな。アースガルズへ行けるのか。ああ、無理です。考えはいくつかあったんですけど、どうにも。アースガルズへ行く道がないなら一体どうする。わからん。時間をくれ。少し休む。さ
それで乙女のところで妙なことは起きませんでした？何にも？俺っぽっちもな、すんなりことが運んだぜ。問題、妙なことが起こる理由でもあるってのか？あ、まさか、めっそうもない。トントン拍子に進んで結構。おまけに、俺ぞ冒険ってやつを味わえたしな。こいつらに物の本質と形についても教えてやってよ。冒険のしんどいにも出たってな。何言ってんだか。だか、美しい冒険の主題だったって言ってんだよ。どこに行く気じゃ？寝る。ではラグナロクが今夜を祈りながら策もなしに突き進み続けると、そういうことか。クレイトス、大丈夫？父上は準備万端みたいね。それじゃ行く？ほら、波がとっても穏やかでしょ。父上とよくこの川を下るの。いつかあなたにも教えてあげましょうね。あなたが今住むこの森はね、
水ガルス一美しい森なのよ。とっても平和で穏やかな場所、遊び場もたくさん。他には何もいらないくらい。もうすぐ父上と出会った場所に着くわ。危うく殺し合うところだった。でも父上も丸くなったわ、少しはね。あなたには全然感情を見せたがらないけれど、言葉を教えるのは私の役目ね。狩りを教えるのは父上。それも私の役目かしら。父上が得意なのはうなることだけだし。息子に何か言ってあげて。何を言えというのだ。何でも声を聞かせて知ってもらうの。私のことなど知らぬ方がマシだ。知識は重荷ではないわ。まさか無敵の戦の神が我が子を怖がるなんて。我が子が怖いわけではない。案じているのだ。無垢な子。過去の過ちにとらわれてはダメ。人は変われるわ。成長しなければ。アトレウスは皆の希望。お願いよ、クライトス。息子を守ってあげて。Ah!
壁に恨みでもあんのか。心を落ち着けてるんだ。父上から教わった。成果は？まだない。それ、なんか意味あんのか。感情を制御したいんだ。ヘイムダルが突っかかってきても乗せられないように。スルーズだ。ほら、待てね。私抜きで稽古？稽古？稽古したらまずいんじゃないか。稽古するのはいいことだけど、お母さんが怒るだろう。まあね。でも余計なおせっかい。だな。痛くないぞ。ちっともな。うん、ねえ、おじい様が来いって。ああ、主審ね。そんじゃこれやるよ。持ってけ。それと渋様によろしく伝えてくれよな。んじゃあ、アトレース。またな、スルーズ。じゃな、スルーズ。水ガルズの子って変わってる。変なのも悪くないよ。あんたたち本当変。それ何？牛乳、母様の好物なんだ。おじい様は書斎。また会える？